それでも進まれるのですね。せめて私たちがあなたのご無事をお祈りしましょう。置いて行かれてしもうた。みんな小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おらどうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。みんなに置いて行かれてしもうたんじゃ。みんなと。みんなはあれ誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪真白いお花、真白いお花が見当たらない。なんだと。頭が痛い。すまねえ、あんた何を言っているのかオラにもわけがわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。真っ白いお花をどこにあるんじゃろう。おめえもこの寺に来てたのか。お前は。やぼよって言っただろ。ここで何をしている。あっちの方向こう岸まで渡りてんだが往生しててな。対岸に渡る術は。忍び凧を使いや渡れるな。だがずっとタコを揚げておくにはコツがいる。タコ揚げの素人には荷が重いってもんだ。そうか。崖下にタコ揚げ係のラッパがいる。あいつにずっとタコを揚げさせる。そんな芸当ができりゃいいが、袖の下は通じねえとよ。まったく当てが外れたぜ。あっちの方向こう岸まで渡り、崖下にタコ揚げ係のあいつにずっとタコは、まったくどうにか野暮用を済ませてんだがな。
あっちの方崖し、あいつに、まったく。
く。の二つあるぞい。一つは生ガキ、一
一つは干し柿、あっちじゃ。生柿はあっちじゃ。駆け越えて穴くぐり、生柿もいでくれようさ。生柿、どういうことだ。え、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよ。お米はないかな。墓地の巫女様のお米じゃぞい。蛇柿は一つは。
ジ。
得意よ。こんなところに師匠もあるところ、また供養しゅわり。仏を忘れば、また弔いもなきゆえにな。さあ、ご供養していきなされ。死者があるだからまた供養しはり、いずくへ行こうとご供養を欠かさぬようにな。ご供養。
毎度旦那、さあ。じゃあな、旦アシナの侍、そいつが分かった。我が息子のため。その刀、置いていけ。愚かなり。